どうも皆さんこんにちは、ミネットです。さあ、つもり実況続きやっていきましょうか。今回はですね、ここの図書館を抜けた先にちょっとした抜け道を作ってたんですけど、そしたらですね、スズランが咲いてることに気づきまして、うわラッキーみたいな、ついに星5かって思いながらやってたんですけど、で今の時間が4時の11分だから、あともう少しで新しい一日が始まるから、ちょっとね、今のうちにいろいろと島整備やっていけたらなと思います。なんか思った以上にこの陶器のジャグがいい感じに役割を果たしてくれたので、ちょっとここはいいかなっていう感じなんですけど、で今回はですね、キャロラインちゃんの家もまあツツジ咲いてくれたし、あとはナターシャちゃんの家の周りがちょっとツツジ咲いてくれたらなっていう感じで、今回はちょっとここのスペースをうまいこと活用していこうかなと思います。昨日ね、社畜さんからクロス付きテーブルが送られてきたんですよね。他の家具もいっぱい送られてきたんだけど、まあそれは家の近くとか周りとかに配置したから、今回はちょっとこのクロス付きテーブルを使って、まあここら辺を整備していこうかなと思います。てかさ、めっちゃ話変わるんだけど、なんかそろそろ引っ越しフラグ立ってる気がしてしょうがないんですよね。いや一応なんか毎日話しかけてはいるんですけど、なんか誰か一人欠けてるんじゃないかなっていう気になってしょうがなくって、なんかもしかしたらそろそろなんか誰か引っ越すんじゃないかなっていう不安でいっぱいです。なんか富森時代すごい分かりやすかったんですけど、あつ森ってなんか結構変わったらしいですね、その引っ越す条件みたいなやつが。好感度とかそういうの全く関係なしで一瞬で引っ越すらしくって、うわこのタイミングで壊れたか。いやなんかね、あつ森はなんか飛び森とは引っ越しの条件が違うから気をつけた方がいいですよみたいな感じのことは聞いたんですけど、今んところ誰が引っ越しフラグ出たかな。なんかシルエットちゃんとジュン君がなんか引っ越しフラグ出たなっていうのを覚えてるんですけど、なんか本当に怖いわ、知らんうちに引っ越しそう。あれね、さっきまで雨降ってたんですよ。雨降ってたから多分ランダム交配だと思うんですけど、上の部分についにですね、ここに百合が咲きました。 1,2,3,4,5,6,7、 多分ここに3つ4つ植えたから全部合わせて10本ぐらいはできたんじゃないかなと思います。でこの10本を使ってちょっと百合のレコードプレイヤーを作っていきたいんですよね。 OK、さて作っていきましょう。 OK、 とりあえずお花を全部回収したから、昨日社畜さんからもらったクロス付きテーブルを飾って、ここら辺をうまい感じに整備していきましょう。ちょっと今回はかなり緩めの動画なので、ちょっと雑談も含めてやっていこうかなと思うんですけど、なんか最近現実にまで熱森っていうか動物の森が侵食してきて、例えばこの家具とかのさ、これこういうのって現実にあるじゃないですか。で一番この前思ったのがこれか、このガーデンベンチが外にあって、なんかそのガーデンベンチを見た時に、あ木材12鉄鉱石4みたいな感じのことが頭の中によぎってしまって、あーもうダメだなみたいな感じに思いました。で最近ちょっと夢を見たんですよね。もうこの夢めっちゃ話したかったんですけど、俺って昔中古の飛び森シリーズっていうのをやってて、なんか中古の飛び出せ動物の森に神データは存在するのかしないのかっていう感じの動画をねやってたんですよ。去年の夏とかなんか2月とかそういうちょっとしたシーズンにやるんですけど、なんかね、中古の集まれ動物の森に神データは存在するのかっていうなんか動画のネタをね夢でやってたんですけど、でなんかそこの夢で見た中古の集まりのデータの中身っていうのがなんかすごいでかい遊園地を作ってるデータで、なんか感動して、うおーみたい なんかすげーテンション上がった夢を見ました。なんかそれだけ覚えててこれ話してって思ってたんですけど、なんかこのタイミングで話せてよかったなと思います。アイアンガーデンチアは使いたいけどね、今あれがないんですよ、リメイクがなくって。リメイクないからちょっとこれ後にしよっか。リメイクがないとロッキングチェアと、なるべく小さいチェアがいいな、低いチェアがいいんですけど、ナチュラルなガーデンチェア作って、なんかフルーツ系の家具でちょっと統一したいなって思ってるんですけど、木製チェアも作っちゃってスペースをうまいこと使っていきましょう。ちょっと家具持ってきます。でですね、ラティスがあるから、このラティスをうまいこと使って、こっ
こら辺全体を囲っていきましょうか。いや俺ねめちゃくちゃ植物が好きなんですよね、この集まれ動物の森で。植物が好きだからとことん飾ってしまうんですけど、でここにはアンスリウムを配置していいね。でもう一個はちょっと鬱陶しいかな、これだけにしておこうか。あとはまあ低木類を購入してここら辺整備していきましょうか。この段ボールの M の上さすがに置けないよな、猫草さすがに無理か。でフルーツウォーターサーバー飾って、でこっち側にはビオトープじゃない、石窯がね俺の想像の50倍ぐらいでかかったので、ちょっとこれ難しいな。でこっち側にちょっと椅子を配置していきましょう。椅子はねなんかバラバラの椅子にした方が多分おしゃれ感出ると思うんですよね。よし、じゃあ続き作っていきましょうか。段ボールがここにあるから、ちょっと段ボールをこっち側に持ってきて、でなんかね一個だけ俺素朴な木製看板でウェルカムボードを作ったんですよねこれで作ったんですけど、なんかやばんかなこれ。正直リメイクがな、ちょっともうちょっと種類が増えてくれたらこれありがたかったんですけど、残念ながらそうもいかなかったので、ちょっとこれは後回しにしましょう。でナチュラルなガーデンチェアあるからガーデンチェア使って、これいけるよな、いけるね。いや正直この家具と家具の間をすり抜けるこのモーションが未だに俺慣れなくって、なんだろう、なんか飛び盛りからやってるからかな、飛び盛りからやってたらなんとなく違和感あるんですけど、これ1マスずらしたら向こう側に行けないからやめておこう。まあ、言うてもあと10分したら家具が届くから、ちょっとその家具が届いた瞬間にいろいろ調整できたらなと思います。これなんか似合わんか、可愛いかなって思ったけどこれ違うな。何置こっか、猫草置いとくか。猫草マジで可愛いな、なんか違うな。あ待って、梨とかあったくない、あ梨あるじゃん。梨を1個分けてこの上に梨置いとかない、おーまあまあ悪くないね。あとはまあゴールドクレストとか置いてうまい感じに調整していきましょう。でこっち側にね、いや本当はねここにガーデンベンチを配置したいんですけど、まだあれが足りないんですよね、リメイクが足りないから。ガーデンベンチとりあえず1個置いとく。あーでも悪くない組み合わせかもしれない、こっちの色とこっちの色と相性合ってる気がするな。これにしようこっか。でバードバスはちょっとここに1個置いておきましょう。オッケー、バードバスここに置いて、もう一個ブリキのバケツをここら辺に置いておけば、まあまあまあいい感じになったんじゃないかなと思います。これ良くない、ケケワルツ流しとく、どう。ちょっとあと5分だけ待ちたいなと思います。5分待って、このティーセットをコーヒーにしましょうか。きたー、この瞬間が一番楽しいわ。なんかワクワクするよね。特にお知らせないんか。さようか。あ、ここに咲くんだ。うわあ、これ、ライトにしよっかな。なんか光るやつありますよね。ライトのやつにしてもいいかもしれない。うわ、このタイミングで電気切れるんだ。知らんかった。へえ、わあ、これ、交配するんか。これ悩みどころだな。ほらー、これが怖いんですよ本当に。なんか知らん間に引っ越しフラグ立ってて、なんか引っ越すんじゃないかって不安で不安で仕方ないんですよね、この集まれ動物の森。コーヒーカップを1個置いて、で亀とかを本当は置きたいんですけど、置くスペースがなかなか見当たらんな。オッケー、まあうまい感じにできたんじゃないかなと思います。まあちょっとねこの森を抜けた先のここの部分ですよね、若干スペースが空いてたから何かしら使いたいなと思ってたんですけど、このもともとはシルエットちゃんのお家がここにあったんですけど、それがあの向こう側にお引越ししてもらって、
で若干空いた小さなスペースをね利用して何かしら考えたいなって思ってたんですけど、まあ、社畜さんがねちょっと上手いタイミングでテーブルクロスを送ってきてくれたのでちょっとねいい機会かなと思って今回使ってみました。というわけで今回はこの辺でおっときましょう。じゃあな、あそういえばどう、ナターシャちゃんの家の周り、あなんか上手い感じにできてるかな。あいいね、明日だねここツツジが咲くのは。上はね確かハイビスカスか何かを植えてたはずだからできはしないんですけど、なかなかいい感じに左右対称になってるんじゃないかなと思います。というわけで今回はこの辺でおっときましょう。じゃあな。